本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。株式会社、金目工業、代表取締役社長、木野隆でございます。これより、2024年3月期、第2四半期決算についてのご報告をさせていただきます。本日ご説明させていただくのは、会社概要、 2024年3月期第2四半期の連結業績、2024年3月期連結業績予想、株主様への利益還元、および2024年3月期第2四半期のトピックスでございます。2024年3月期第2四半期は、リサイクル資源相場の下落はありましたが、より厳格な コンプライアンスや適正処理の推進、顧客ニーズに合致する営業活動と療養の拡大に取り組み、前年同期に比べ増収増益となりました。前年同期比での2024年3月期、第2四半期の実績でございます。 売上高は66億6300万円と、前年同期期で3.8%の増収となりました。営業利益が8億9200万円。経常利益が9億4100万円。親会社株主に帰属する当期純利益は6億3300万円で増益となりました。 本日初めて説明会に参加される方もいらっしゃいますので、簡単にですが、当社グループの紹介をさせていただきます。<laughs> 昭和47年、現会長の藤井修造が27歳の時に創業し、設立50周年を迎えました。当時自宅のあった 東京都豊島区金目町で起こした会社のため、社名は地名を取って金目工業としております。経営理念、経営方針はこちらでございます。当社はこの機理念、方針を重視しております。今後も環境保全と循環型社会に貢献する企業であること、 という経営理念に沿って経営してまいりたいと考えております。拠点図です。当社グループの根幹である廃棄物の収集運搬と処分は、主に東京23区を証券としております。そのため、当社の拠点も東京23区に集中させております。 当社直営のリサイクルセンターと、車両基地だけでも合わせると、23区内に30カ所近い拠点を構えて事業を展開しております。現在、約1万1千坪の用地で事業を展開しております。それでは、2024年3月期、 第2四半期の連結業績を説明させていただきます。こちらのスライドは簡単なビジネスフローでございます。当社グループは総合廃棄物処理業の単一セグメントですが、事業区分では表記のように3つに分かれます。収集運搬処分事業は当社のメイン事業であります。 この事業での売上は、事業者からいただく収集運搬費と処分費であります。二つ目の事業は、リサイクル事業でございます。この事業は、収集運搬処分事業で収集した廃棄物を再資源化し、メーカーなどへ販売いたします。三つ目の事業は、行政自作事業でございます。 行政自宅事業においては、東京23区の各区からいただく手数料が売上となります。2024年3月期、第2四半期の事業区分別の売上割合は、収集運搬処分事業が69%、リサイクル事業が10%、行政自宅事業が21%となりました。 それではまず、当社の本館事業であり、売上の69%を占める収集運搬処分事業の概況を説明いたします。収集運搬処分事業の売上は45億7200万円で、前年同期比8.3%の増収となりました。 顧客ニーズに合致する営業活動の継続により、顧客数は順調に拡大しております。車両は連結で467台でございます。安全に効率よく運ぶために、様々なタイプの車両に様々な設備を搭載しております。 こちらが収集した廃棄物を持ち込む先のうち、当社で運営するリサイクルセンター、出資先の処分場、東京23区清掃一部事務組合が運営する清掃工場でございます。より多くの廃棄物を再資源化するべく、自社のリサイクルセンターで扱う品目を増やし、新しい設備を導入し、 提携先の処分場を開拓しております。より短い距離で、より多くの廃棄物を運ぶことが利益額の最大化につながります。東京23区内にエリアを絞って、効率的な回収ルート設定を図り、生産性の向上を図る活動を路線化と呼んでおります。 2023年9月末時点で定期回収現場数は8171箇所で、2023年3月末時点と比較して142箇所増加しております。新型コロナウイルス感染症の影響もまだございましたが、営業活動は継続推進しております。 顧客ニーズに合致した営業活動により、2023年9月末時点でお客様は3673社となりました。2023年3月末時点と比べると94社増加しております。収集運搬処分事業の概況は以上でございます。 次は、売上げの10%を占めるリサイクル事業の概況を説明いたします。資源相場が下落したこともあり、リサイクル事業の売上げは、前年同期比17.1%減の6億5700万円となりました。資源相場に左右されることなく、 安定した資源の質と量を維持することが販売先からの信頼につながるため、質を維持しながらの量の拡大に努めております。リサイクル事業は、収集運搬処分事業、行政自宅事業で発生した廃棄物を加工し、再資源化して販売する事業となります。 多くの廃棄物は当社のリサイクルセンターで加工し、このような荷姿にして販売しております。昨今、水平リサイクルという使用済み製品を再利用して、同じ製品を作るという流れが拡大しております。その一例として当社が回収したペットボトルを またペットボトルとして利用するという流れも拡大しております。そのためペットの扱いも増えております。ここまでがリサイクル事業の外況でございます。次は売上の21%を占める行政自宅事業の外況を説明いたします。 行政自宅事業の売上は14億3300万円と前年度をーき2.1%の増収となりました。行政自宅事業は大きく2つに分類することができます。1つ目が子会社が行っている家庭ごみの収集運搬でございます。 東京23区の各区より委託を受けて家庭のゴミを収集しております。23区内の家庭ゴミを収集する車両でございます。このような車両を使い家庭ゴミを収集しております。今年度より新たに家庭系の製品プラスチックの収集運搬事業も開始し、 増収につながっております。次が主に要工業で行っております家庭ごみの再資源化でございます。要工業のリサイクルセンターで扱う資源物はこのようなものとなります。不燃物、資源として出されているもの、 容器、包装、プラスチックなどにとなります。不燃ごみの資源化事業は、当社のリサイクルセンターで選別した後に、アライアンス先へ搬出し、再資源化する事業でございます。従来は最終海立,立に回るものを再生して資源としてよみがえさせる事業で ございますここまでが行政自宅事業の外況であり、事業区分別の外況でございました。全体の売上高の推移となります。昨年と比べると3.8%、一昨年と比べると13.4%の増収となりました。 利益に関しても増益となりました。営業利益は8億9200万円で前年同期比1.7%の増益。経常利益は9億4100万円で4.3%の増益。親会社株主に帰属する当期純利益は6億3300万円で4.2%の増益となりました。 対借対象表については表記の通りでございます。自己資本比率は78.4%となりました。資産負債の状況は決算単身の通りでございます。キャッシュフローの状況でございます。 現金及び現金同等物の期末残高は、全連結会計年度の期末残高に比べ、1800万円減少し、44億5100万円となりました。詳細は決算単身に記載のとおりでございます。 2024年3月期第2四半期の連結業績につきましては以上でございます。2024年3月期連結業績予想でございます。売上高は134億3500万円を見込んでおります。 事業区分別の売上は収集運搬処分事業では新型コロナウイルスの影響で事業所の廃棄物量が現時点でも減少している取り先もございますが営業活動を積極的に展開し顧客数の伸びは見込まれ収集運搬処分事業の増収で資源相場下落のリサイクル事業をカバーする計画としております 売上は増収を見込んでおりますが、利益面では資源の下落と原価経費の増加もあり、営業利益は前期水準並みの17億4300万円、経常利益も同じく17億9000万円、純利益は12億1300万円を見込んでおります。 中期経営計画でございます。2023年6月に開示いたしました中期経営計画では、連結ベースで売上高、営業利益及び ROE の目標と重点施策を設定しております。売上150億円の早期達成と ROE8% 以上を目標としております。 収集運搬処分事業につきましては、提案型営業の推進により、収集現場数の拡大に努め、売上規模の拡大と路線化の進展を図ります。特に業種別、系列別、品目別のプロジェクトを推進し、収集運搬事業のみならず、 リサイクル事業も含めた事業の拡大を目指しております。行政受託事業につきましては、プラスチック資源循環促進法が施行されたことを受けまして、家庭系のプラスチックごみをリサイクルさせる流れが出てきております。当社もその受注に向けての活動を進めております。 売上高、営業利益及び ROE の予想と目標は表記の通りでございます。続きまして、株主様への利益還元でございます。株主様への利益還元の一つの施策である配当に関しましてお伝えいたします。当社は将来の事業展開と 形態質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ安定した配定を継続して実施していくことを基本方針としております。現状では配当成功30%程度とすることが成長戦略と株主の皆様への還元の最適バランスであると考えております。2024年3月期につきましては 株主の皆様にお答えするため、現時点では昨年度と同額の23円を予想しております。次に、2024年3月期第2四半期のトピックスでございます。 粗大ごみの処理施設である鹿浜リサイクルセンターは順調に稼働しております。スライドの下の部分にございますように、2023年3月期に購入したリンチに新たにせ建物を設置しております。敷地面積は全体で1453坪であり、 当社が所有しているリサイクルセンターでは最大級の敷地面積を保有しております。当社で一番歴史のあるリサイクルセンターが千住リサイクルセンターでございます。主に瓶、缶、ペットボトルなどの飲料容器の処理を行っておりますが、 このリサイクルセンターに隣接する土地建物を購入いたしました。中期経営計画にも記載しておりますが、プラスチック資源循環促進法の施行を受けて、多くの自治体が取り組みを予定しております。家庭系プラスチックのリサイクルの受け皿となることも見据えて、処理能力の拡大を目指していきたいと考えております。 廃棄物の処理は都市を支えるインストラクチャーと認識しております。その廃棄物の収集運搬と処分を継続するべく、当社では様々な想定のもとで訓練を行っております。2024年3月期第2四半期に行いました訓練の一つが、車両の避難訓練でございます。 荒川が警戒水位を超える恐れがあるという設定のもと、スライダーにありますように、森道した駐車場に車両を避難させる訓練を行いました。今後もこういった事業継続計画の訓練を実施してまいります。2024年3月期第2四半期は、 東京都の産業廃棄物処分業の許可の更新もいたしました。制度の開幕開始当初より、取得している有料産廃処理業者としての認定も合わせて更新いたしました。2024年3月期第2四半期の決算報告は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。